こんにちは、トコチャンネルです。今日は、メルカリでね、買ったコラージュ素材にしようと思ってるもの、たっぷり買ったんで、いくらぐらい買ったんやろ。多分1万弱ぐらいそんなに買うなよ。あの、同じ方からね。そしたらドンと届きましたので、そちらのね、購入品紹介していきたいと思います。まずは、あ、これ開けなかな開けてない。こちら見て分かりにくいね、やっぱだそうね。よいしょよいしょ、じゃ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 、どんな出し方クマちゃんステッカー本当にクソいようだけど、クマフェチじゃないからねこんだけさ、クマも物ばっかり買ったんでさ、もうクマフェチじゃないからって言い訳通用せんような気がしてきた最近。いやでも本当に私ね、あの、自分で見て買うのは、まず、まあ、ハムちゃんのマスコットとかぬいぐるみとかグッズは好きで買うし、それ以外だとウサギちゃんか、あとワンちゃん系は、リアルっぽくて可愛くなっとるワンちゃんぬいぐるみマスコットは買う。そのぐらいかな。うん。そんな、クマはね、テディベアのぬいぐるみも好きやで、まあ、いくつか持っとんやけど、本当に生身のクマ好きじゃないからね。大嫌いからね。あ、そうか、生身のクマ好きな人おらんか。ね、クマフェチって言うと、生身のクマが、かわいい好きっていう人おらんよな、きっと。私の言ったことおかしいな、今な。まあいいか。それから、ちょっとあんま気にせんといて、たまに変なこと言っとると思うけど。いや、本当にね、クマフェチじゃないのよ、私。何度も言うけど。やけど、可愛いものは好きやで、これが、この生き物がクマっていう名前じゃなくても可愛かったら好きよ。それから、ステッカー、ラベル、レトロラベルっていう、ステッカーね。これはなんか字っぽいね。これラベルっぽいよね。そう、ラベルの、結構大きめあんやけど、ちっちゃめないなと思ってて、見たら可愛いのがあったもんで、で、ここのね、売ってる人のね、いいのはね、これ一品で出してるんじゃなくて、こう、種類をね、こうやって、まとめて、4種何個、ドーンみたいな。これだと100入りなんかな、100って感じでね。だから4種類400枚ドーンって出してくれとるもんで、例えばシーンやったらランダムで選ばれるし、ありやったら1個ずつカートに入れやなあかんやん。で、しかも値段がね、そんな高くないのよ。うん。まあ、もしかしたらありとかの方が安いかもしれんやけど、100円も多分差がないと思うよね。だから買ってます。イメージ的にね、実際比べてないけど。それ高いっていうイメージがないのよ。あ、ええよ、ネタさんでも。この辺はちょっと、どれか1個ぐらいだそば。これもね、これ多分これだけやね、種類ね。あ、違うのあった？あった。ごめんなさい。これもね、ダーンと。2、4、6。6個でやっとった ?6 個でやっとった、そうだね。ちょっと全部入れるね。ちゃんと順番に入れたつもりが結構ふじゃってなったんで、自分でもどうしたんと思ってるけど、そうだね。多分6個でやってる。これもね、6種類ドーンって出してくれとるもんで、選ぶ手間がないで、楽な。どれ開ける、どれ見る、あ、きっとキノコ好きな人多いと思うで、キノコ開けようか。どういう偏見、偏見じゃないな。どういう考え。でも結構キノコ好きって人多いよね。あ、私が勝手に長くしてもらっとると勘違いしとるハピトルさんもキノコ好きですまた名前出したって言われるかも、ごめんなさいごめんなさい。でもキノコ好きって言うと、私の頭の中にはハピトルさんがポンと浮かんでくる。あとウサギ好きと緑好きね。あ、緑ったら緑色ね。すごいインプットされてます。なんかマステで止めてあるのそのまんまだじゃん、キチキチだよね、きっと。あー、出てこない。後でね、この袋全部捨てます。これもね、どうしようかなって正直悩んでる。これやったら、薄い、さっきの薄い、さっきのって、さっきって言うと分からんね。さっき、セリアの購入費紹介取ったもんで、ね、さっきって言ってしまったけど、セリアでね、薄いケース買ってきたのよ。それに入れようかな、この種類、全種類。ね、ほらほらほら。あ、かわいい、このリスちゃん。どういうテンション？もう10時過ぎとる、夜の10時過ぎとる。
あ、でも人がキノコ好きって言っとんの、キノコばっか見てると、あ、結構いいかもね。悪くないかも。ね。ウサちゃんめっちゃ可愛い。ネザーランドっぽいウサちゃんもめっちゃ可愛い。あ、ネザーランドとはピーターラビットのね、種類ね。ネザーランドとワーグラビットですね。あ、猫ちゃん盛りよ。あ、この前イオンのペットコーナーでイオンペットやったっけに、アメショの子猫がおってさ、もう天使と思った。めっちゃ可愛かった。まあ、買うとしたら買わんけど、もう53歳のババアやでさ、もう買わんけど、まあね、もし私があと15年ぐらいはかかったら、猫やったらマンチカン、犬やったらボーダー赤推しが飼いたいね。あ、でも、ヨーキーも飼ってみたかったな。若い時に思い切って飼えばよかったな、ヨーキーも。テリヤキ質が好きな、あの頑固で強情で強気な性格。まあ、ヨーキーはそこまでいかんけど、もうジャックラッセルテリアなんてさ、あの本来の系統の繁殖しとる子は頑固で凶暴っていうのが本来なの。最近はね、あのブリーダーさんがね、飼いやすいペットタイプを意識して繁殖されとるもんで、まあ、そんなことないらしいんやけど、もう私が飼った当初はね、ジャック・ラッセルだけで集まる、そういう集会みたいな、集会って言ったらいいやけど、まあ、集まるね、イベントがあった時に行くと、まあ、イギリスの言うんだけど、イギリス直系っていうか、もうイギリス系列、E 系のね、子たちは、もうガウガウ犬。あの、だからね、ジャック・ラッセル、たまにね、先祖返りしてる子がおるとね、めっちゃ凶暴な子が出るで、気をつけて。みんながみんな今のジャックみたいにおとなしくかわいいってことはないね。うちのシナちゃんだってめっちゃ従順やけど、気はめちゃくちゃ強かったで。あの、うちボーダーとジャックラッセルの、ボーダーのセレネとジャックラッセルのシナモンがよくマジ喧嘩しとったで。ガーって、マジで噛み合って。あの、止めに入っても、手入れやん限り止まらんっていうね。あれ、いくつ ?2、4、6、8個。ちょっと待って。広がりすぎとんで上下に分けようか。こんな感じね。入っとる?全部入っとる?こんな感じ。で、一個だけ開けてみよう。どれが見たい?この辺でいいか。よくさ、最近さ、ボーダーとかさ、ジャックとかさ、みんな、多分動画で出てくる子ってみんな、おとなしい子なんよ。ぶっちゃけ。多分ね。そんな。で、一人だけね、ボーダー買っとって、あの、この子今おとなしく見えますけども、ボーダーはこんな犬じゃありませんって言っとる人がおって、それは正しいと思ったんさ。うちね、ショコちゃんっていうボーダーおってんけど、その子だけは例外でね、本当におとなしかったんさ。ビビリっていうか。でも、せっちゃんはね、マジ。あの、シナモン噛み殺そうとしとったで。普通に喧嘩しとる分には多少見とんやけど、まあ、流血だなんて止めるけどね。見とんやけど。あの、一回ね、マジで喉元ガッと入ったもんで、あかんと思って手バーンって口に突っ込んだら、噛むのやめた。あの、噛まれる前やった。あの、めっちゃ冷静に喧嘩しとることに気づいた、それで。あ、5枚ずつや、これ。ほい。手突っ込んだらさ、パンって止めたでさ、うわ、こいつ切れ出ないわ、と思って、冷静に噛み殺そうとしとった、とか思って。そういうのが本来気の強い子たちの、気の強いくなる犬種たち。まあでもそのくらいの子の方が競技にはね、あの、マジで優勝狙えたそのぐらいの子を買わな。狙えやん。まあ元気強くなきゃ買えやん。買えやんじゃない、狙えやん。ああ。見えやんよね、これね。あ、ごめん。めっちゃ明暗のとこでやっとったんで、ごめんね。これ、トレッペ素材ね。これ、目やよね。すげすげって。見せとったけど。だから結局、6種類あるのかな ?5 枚ずつ。なんか追ってきたね、いっぱいね。なたれを起こすな。ワンちゃん買うときにね、
あの、他のね、人の見て大人、あの、すごい優しそうと思って、そのまんま帰ると思ったら大きな間違いと思って。ちゃんと、店主のルーツと、まあ、何の目、まあ、ルーツはさ、何の目的で買われたかっていうのと、その目的で買われたらどういう行動をするか、それイコール問題行動ってことが結構多いから、要は人間に都合がいいわけじゃない行動ね。問題行動ってのは。まあ、もちろん噛むとかロンガやけど、うん、でもボーダーは正直噛む子がおってもおかしくない。なぜなら、牧羊で羊を追うだけじゃなく、ガードドッグも兼ね取ったでね。それぐらい必要。次 !1、2、3、4、5、6、7!7 じゃないよ !8 あるよ。はい、8! どれいこう。テフテフ最後が。テフテフと言いながら、蝶々とは限らんけど、蝶々の外ね。まだ見てない。妙なハイテンション。犬飼いたい、めっちゃ犬飼いたい。老犬引き取るかな、保健所とかにおる犬引き取ったら、あ、ここペット禁止やった。引っ越さなあかんよ。ペット禁止でハムちゃん飼っとるって、ね、どういうこと？あ、あー、はい、これがね、あ、トレヤン。トレヤン。よいしょ。あれ？出てこん。出てこん。ちょっと待って。なんかピッチピチで出てきてくれやんよ。いや。いや、あ、ちょっと待って、なんかおる。なんかおる。中身分かって買ってないやろって言われてたけど。はいはいはい、フォトフレームみたいなもんかな、これ。これこれこれ。あ、これもフォトフレームっぽいけど、これは単なるフレーム？こういうこと？こういうこと？こういうこと？え？どういうこと？こういうこと？こういうこと？こういうことっていいのか。よいしょ。ね。いや、だからペット飼いやんで、ハムちゃんで、グッとグッと我慢する。ハムちゃんやったら私が、ね、あの、死んでも誰かがスッと引き取ってもらえる。なんか、じとお花。あれ、蝶々さんかと思ったら、蝶々さんシールではない？お花。よいしょ。あ、蝶々さんもいる。蝶々さんもいる。なんか、うん。ペットタイプの字とか、お花とか、蝶々とか、なんか、よくわからん。わからんと買うな。いや、見たときにええ感じと思った。ちょっとどこどけといて。で、これ。お花と蝶々さんなのかな？あれ、上下逆か。こうか。ちょっと手じゃこうしさせて。2枚かな。こんな感じ。髪はザラザラ。結局こっちにめくるんかって。ザラザラ。ザラ、ザラザラしたいい感じの手触り。ザラザラっていうのがもうすでに褒め言葉じゃないような気がするけど、でもいい感じ。これさ、このトレペの封筒、ああ、使えそう、そのまま。これしまうのに使わんかったらさ、これにコラージュしてさ、お裾分けの封筒にしたらええんちゃう？誰にええんちゃうって言っとるかと、自分にね。ああ、眠い。毎日眠い言いながら、夜中に。いや、これでさ、ベッドの方に行ってからさ、心霊の動画見ようとしとんやけどさ、いつもさ、怖いもんで布団かぶりながら目だけ出して見とるもんでさ、見終わる前に、多分10分ちょっとぐらいの動画ないけど、あ、黒いベジオだ。10分ちょっとの動画ないけどさ、見終わる前にいつも寝とるで。どんだけ寝つきええの？最近そう、不眠症じゃないの？めっちゃ寝つきええ。続きまして。こうかな。1、2、3、7、5、6、7、8。今度は焼け焦げたペーパー、どれ行く？この辺行こうか。どれ行くっていう。こんなに買ってどうすんのって。いや、あのね、言い訳じゃないんだけど、結構ね、紙使うのよ。みんなどうなんかな、コラージュするときに。あの、下に貼るって言っていいかな、ベースになるペーパーって皆さんどうされてます？結構さ、あの、何やかんや何やって貼るとさ、あの、まあ、大きいのやと、
セリアさんで売っとるニュースペーパーっていう包装紙4枚入りのやつ、グレーと茶色、まあ、クラフト色とわらばん試食っていうのかな、うん、あれをね、あ、これ全部一緒なんや、違うわ全部一緒なんやって違った、え、何枚ずつ、あのね、カットは一緒なんやけど、カットって形はね、中身は2枚ずつかな、あ、2枚ずつですわ、パラ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 ね、こんな感じ。そうそう、ベースはね、でっかいの時はあれを使ったりするんやけど、あと折り紙とか、でも折り紙何枚も貼るのもなと思って、そういう時にこういうさ、ちょっとした紙があるとペタペタって貼れていいなって私は思うのね。で、かといってちっちゃなラベルをいっぱい貼るとちょっとうざくなったりせん、そう思うの。私だけ偉そうなこと言っとるな今な、初めて2ヶ月が何を言うって感じやな、ごめんなさい。いや、2ヶ月じゃない、3ヶ月目に入った。勝手に1月1日から始めてないのに1月1日から始めたことにしとるけど詳しく言うと1月の終わりなんやけどねだからまだ1ヶ月ちょっとなんやけど、めっちゃ偉そう。で、続きまして、これいこう、1、2、3、4、はい、4つ。これね、持ってるの実は、これ持ってるの。あれ持っとった、どこ行った、あんまり出すのめんどくさい、持ってるので、他の種類が欲しいんやけど、これシーンで1個買った、買ったとか1個買ったわけね。この種類のシーンをランダムで1個選んだらこれが来たんやけど、他のが欲しいと思ったん、思っとってどうしようなって、4個って頼めばで何個あるかもわからんだもんで、なんか適当に3、4とか入れときゃええんかなって考えとったんやけど、シーンって複数頼んでも同じものが来ることがあるもんで、どうしようなって思っとったん。そしたら出てたのよ、出てたのよ。そらポチるでしょ、みたいな。なのでまだ見たことない柄を見よう。そうなんです。結構ね、だから、あと、多分ありでもね、見つけたのよ。一個ずつ選べるの。で、多分値段がそんなに変わらんだってイメージがあった。これは、あ、これは、一種類じゃないん、そうそう、紙質を変えて、どこや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 、よいしょよいしょ、そう、3枚ずつあるんやけど、この普通のしっかりしたっていうかな、うん、しっかりした紙質、ちょっとザラついた紙質で、このクラフト紙の紙質、クラフト紙というか、まあ、つるっとしてるけど、クラフトのね、紙。で、3種類で、3柄じゃないわ。1柄が3種類の紙にありますと。何種類かっても数字で分からんけど。ね、いいと思わへん？これも。そう、いっぱいあったら押すだけもできるし、なんか自分がね、頑張ってコラージュ勉強しとると、勝手に押すだけファイルにもうみんなにコラージュの勉強しようって感じで入れたくなるの。でもいっぱい入れちゃうと自分の分がなくなるで、いっぱい買った。ラスト。これは私持ってないよね。あ、これがね、可愛いと思って、ありで見つけた、あ、ありじゃない。シーン、どっちでも見つけたかな。やけど、ありは多分売り切れ取ったんちゃったかな。で、シーンは何が来るかわからんよ。そしたら出とったんよ、また。なんで、買いと思って、買いました。これ可愛いで、これ見よう。あ、ここ、蝶々さんをね、テフテフさん。そう、あの、この白押し、これ白じゃないよね。あ、ん、白押しもあるか。白押しええなと思っとってね。あ、何でもいいけど、キラキラ好きやで。あ、キラキラって、キンキラが好きな。何でもいい、キンキラ好きで、18金アレルギーないけどね。悲しい。まあまあ、イミテーションで住むでええの。言い訳ができる。かわいくない、あ、ちょ、滑ってかないの。そういうさ、みんなさ、トレーかなんかに乗せて見せてない？えい。ほれ。見やすい？でもこれ一個ずつどけやんたかんやな。乗せるわ、ええけど。これ、発光しわかる？キラキラーってストーン。これ。ね、かわいくない。あ、これめんどくさいな。広いトレーに乗せんやったらいいけど、狭いトレーに乗せるのは逆光や。大変やったな。広いトレー。広いトレーはここにある。足元に置いとく。これも見せたで。これやろ。これもさっき見せたな。これも、え、これ最初、あ、じゃあこれまだ見せてない。これもまだ、これとこれとなんか順番に並んでくれてないもんね。はい、
箔押しがないのもあるし、金ピカもあれば、金、え？金じゃないの？え？あれやね、金かと思っとったら違った。あの、金に見えとったのは目の錯覚で、あれ？これ違うな、これやな。目の錯覚で、あの、金じゃなくてオーロラ的な？右の角度で金に見えて銀にも見えるみたいな。それやった。これは？あれ？ああ。こんな感じや。全部じゃないけど、こんな感じと思ってください。私は手元で見れたから満足。よいしょよいしょ。よいしょ。これは上に置く必要ないな。こういうのもさ、こういうペットだけ、ペットだけってペットテープですか、ペットシールだけ、ペット素材シールだけでさ、揃えて、ね、シールケースに入れると、探しやすいんじゃないかなと思います。そうしたいと思います。はい、以上で、もういらん話いっぱいしたな。もう一個いらん話してもね、そのさ、私の大好きな、ゆっくりレイムとゆっくりマリサだての人の、が、ダークパンダっていうチャンネルがあるんだけど、で、一応キャラがなんかね、キャラのことで、YouTube から注意受けたかなんかで、なんかその行き先は知らんねやけど、ちょうど入れ替わったあたりで私がチャンネル登録してみたみたいだけど、葵とつくよっていう顔になっとって、声は一緒だね。で、そこで、絶対行ってはいけない場所やったかなっていうタイトルで、要は、日本のね、その、新スポで、踏み入れてはいけないっていうところに、関ヶ原のメナードランド、まあ、廃、遊園地がもう、倒産してなくなっとんやけど、そこに行ってはいけないって言っとったんやけど、いやいや、で、それ、遊園地閉園してから、犬のイベントで何回も行ってますぜ、と思って、なんかね、うん、結構、そこに近くを通ったらっていう、心霊体験紹介しとったけど、いや、何回も行ってるけど、一回もそんなことないとか思いながら。ただ私は関ヶ原の古戦場跡には行ったことないんだ。なぜか、近くなのに。っていうね、ちょっと、いらん余談話です。はい。以上で購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。